鹿児島県出身の横田慎太郎さんは、2019年のウエスタンリーグのシーズン最終戦、ソフトバンクホークスの代走の水谷選手を憤死させた、あの奇跡のバックホームをした人物です。その人こそ、阪神タイガースの元外野手、横田慎太郎さんなんですね。阪神タイガースで、2014年から6年間プレーし、2019年に現役引退しました。しかし、2023年7月18日午前5時42分に、28歳で脳腫瘍のため亡くなりました。彼は、現役引退の原因でもあった脳腫瘍が昨年に再発し、治療を終えた後は療養に入っていましたが、本当に残念でなりませんでした。そこで、今回は、そんな横田慎太郎さんの最後を迎えた闘病生活や、復帰後に後遺症と戦った日々や残した遺言についてまとめてみたいと思います。ぜひ最後までご視聴してくださいね。それでは横田慎太郎さんのプロフィールから見ていきましょう。出身地鹿児島県日置市。生年月日1995年6月9日没年月日2023年7月18日28歳没。身長体重187cm、94kg。選手情報。ポジション、外野手。プロ入り、2013年、ドラフト2位。初出場、2016年、3月25日。最終出場、2016年、6月12日。学歴、鹿児島実業高等学校。阪神タイガース、2014年から2019年。東京都生まれで、3歳の時に、鹿児島県東市木町、現在の日置市へ移住。湯田小学校3年生の時に東市木町湯田ソフトボール少年団で、ソフトボールを始めると、東市木中学校では軟式野球部に所属した。鹿児島実業高等学校への進学後は、1年生の秋から4番打者を任されました。3年時には、投手を兼務して、140km 超の速球を武器にエースとしても活躍しました。高校通算で29本塁打を記録したが、チームは2年生の時から夏の鹿児島県大会で2年続けて決勝で敗れました。2013年の NPB ドラフト会議で阪神タイガースから2巡目で指名。契約金6000万円、年俸720万円、金額は推定という条件で入団した。外野手としての指名で、自身と同じ左打ちの外野手だった、檜山慎二郎選手が、この年限りで引退したことを受けて、檜山選手が22年間つけていた背番号24を入団後に引き継いだ。高校生ルーキーですから、いかに期待されていたかがわかりますよね。2015年当時、阪神タイガースのゼネラルマネージャーの、掛布正幸さんから、高卒2年目、左打ちの外野手としては松井秀喜以上と、絶賛されたのが横田慎太郎さんだったんですね。春季キャンプを1軍でスタートさせた2017年、横田さんは出場機会を増やすべく、一塁の守備練習にも取り組み始めていた矢先、原因不明の頭痛に襲われます。紅白戦で一塁へ出た際に、突然パニックへ陥り、進塁に向けたリード、投手が牽制球を投げる際の動き、牽制球に合わせて一塁へ戻る動きのイメージが湧かなくなった。とのことで、その後も通常ではありえないレベルのミスが続いたといいます。球団のトレーナーと一緒に、眼科の検査を受診、さらに、受診先の眼科医から紹介された外科で MRI 検査を受けたところ、担当医から脳腫瘍と診断されたんですね。医師からは、脳腫瘍という大きな病気が見つかりましたので、野球のことは一旦忘れてくださいと告げられたそうです。脳腫瘍には、脳の細胞や神経、脳を包む膜から、発生する原発性脳腫瘍と、肺がんや乳がんなどが脳に転移する。転移性脳腫瘍と、大きく2つに分けられるとのことです。横田さんは、原発性と思われ、これには悪性度、グレードによって、1から4までに分類され、横田さんのグレードは推測ですが、グレード1、良性腫瘍ではなかったかと思われます。
グレード1の代表的なものとして髄膜腫、下垂体腺腫、神経鞘腫があるそうで、これらの良性脳腫瘍のほとんどは手術で全て摘出できるそうです。ただ再発は稀ですが、わずかな残存組織から腫瘍が再発することがあるとのことです。横田さんは診断から半年にわたる入院加療によって症状が治癒したことを公表し、9月2日からトレーニングを開始しているんですね。2017年のシーズン終了後に育成選手契約を結び、登録選手へ復帰するまで背番号24をカラバンとして、横田さんの背番号は124に変更されたそうです。阪神球団は横田さんの年俸は据え置きとしていますし、背番号を124に変えているんですが、復帰を見込んで24をカラバンとした粋な計らいがされていました。2018年も体調は徐々に回復し、独自のメニューでトレーニングを積んでいましたが、実戦復帰はならず、育成選手としての再契約をしています。2019年ウエスタンリーグの開幕後に関西圏の球場で開催される公式戦でチームに帯同しているんですが、自分で打った打球が全く見えない、打撃練習でピッチャーに投げてもらった球が二重に見えるといった視覚面での問題が解消されていなかったそうなんですね。阪神球団は9月中旬に2020年も引き続き育成選手契約を締結する方針を示したんですが、横田さんは来シーズン2020年は苦しいとして、2019年9月22日に現役引退を正式に発表したわけです。そして1096日ぶりに横田さんは9月26日のウエスタンリーグにおけるチームのシーズン最終戦の8回西二塁の局面で中堅の守備についたんですね。次の打者市川智也さんが横田さんの頭上を超える二塁打を放ち、二塁にはダイソーの水谷さんが残ったんですね。次の打者塚田正義さんが打ったゴロはセンター前のヒットとなり、水谷さんは三塁を回ってホームへ突入。そこに横田さんの矢のようなノーバウンド送球が、横田さんが奇跡のバックホームで水谷さんを本塁捕殺、ファインプレーで現役生活を締めくくったというわけなんですね。何回見ても涙が溢れる瞬間です。引退した横田さんでしたが、2020年7月頃から足や腰に強い痛みを感じたそうです。実は腫瘍が再発していたんですね。鹿児島県内の整形外科で検査を受けたところ、脊髄に腫瘍が生じていることが判明したとのことで、関西地方の病院へ6ヶ月間にわたって入院したそうです。抗がん剤の投与や放射線治療によって腫瘍が完全に消滅したことを、退院後の2021年4月26日に先輩の川藤幸三さんが配信している YouTube 川藤部屋で公表したんです。彼は長期間の入院生活で抗がん剤治療や放射線治療を受け、前回の脳腫瘍治療よりも回数が多かったため非常に辛く苦しい経験をしたようです。彼は手足に後遺症が残っていることも明かしていましたが、家族や関係者からの支援に感謝し、次は自分が人を助けたいという思いがありました。彼は21歳の時に病気が判明し、7年間闘病生活を送ってきましたが、球団は彼の病名が脳腫瘍であることを明かし、彼は28歳で亡くなりました。横田慎太郎さんの最後に残した遺言は野球をしたいというものでした。その気持ちを思うと本当に思わず涙が止まりませんでした。彼の前向きな姿勢は多くの人々に希望を与えましたが、若すぎる旅立ちとなったことは本当に残念でなりません。病気との戦いは本当に辛かったと思いますが、天国でゆっくりと休んでほしいです。心からご冥福をお祈りしています。いかがだったでしょうか。最後までご視聴いただきましてありがとうございます。皆さんはどう思われたでしょうか。前向きなコメントを残してくれましたら嬉しいです。
この動画が気に入りましたなら、高評価とチャンネル登録をお願いします。それでは、またお会いしましょう。